はい、今回のテーマとしては裏ソフトから表ソフトに変えることによるメリットについて詳しく解説をしていきたいと思います。現在裏ソフトを使っていて、やっぱ裏ソフトがしっくりこないから表ソフトに変えたい、また卓球を始めるにおいてやっぱり表ソフトから卓球を始める、全然悪いことではないです。ただ、まあ、表ソフトに変えること、表ソフトを使うことによって、まあ、何が良くなるのか、どういったプレーがやりやすく武器とすることができるのかについて、やっぱしっかり理解をした中で表ソフトを使ってもらうと、まあ、こんなはずじゃないのになという感覚のズレがやっぱり起こりにくくなるんですよ。やっぱり何気なく表ソフト使ってみると、あれ、表ソフトってこんな打ちにくいんやであったり、こんなボールが出てしまうんやっていう風になってしまうと、やっぱ表ソフトを継続して使い続けることって難しいですし、まあ、使いこなすこともなかなかできないと思っております。なので今回は、まあ、私個人の考えをもとに、まあ、表を使うことのメリットについて解説をしていきたいと思います。でそのメリットの一つ目としては、まあ、弾く技術がやりやすくなるということです。まあ、表ソフトならではですね。まあ、裏ソフトに比べて表ソフトはやっぱり球離れが早いです。まあ、なので、まあ、スマッシュ、まあ、あとはプッシュ気味のボールであったり、まあ、ラバーの表面でパンパンパンって弾いていく技術がやっぱり裏ソフトに比べてすごいやりやすいです。まあ、裏ソフトでもできることはできるんですけど、やっぱりこの球持ちっていう部分が結構ネックになってきて、球持ちがあるラバーでしっかり弾く技術を覚えるのってやっぱりなかなか難易度が高いんですよ。まあ、または裏ソフトで中途半端にこう弾く打ち方になってしまうであったり、回転をかけることが結構苦手やっていう方、そういった方は表ソフトを使うと、やっぱ弾く技術のやりやすさであったり、まあ、自分の特徴を生かすこともできますので、まあ、これが一つ目のメリットになってきます。二つ目のメリットとしては、まあ、台上技術、またレシーブがやりやすいということです。表ソフトというのは回転の影響をやはり裏より受けにくいです。まあ、粒が小さいんでね。でその分やっぱ切れた下回転であったり、相手の複雑な回転のサーブに対しての影響を受けにくくなります。ということはレシーブがやりやすいんですよ。まあ、どんだけ回転がかかってても、まあ、軽くラケット面上向けて乗っけて入れることもできますし、まあ、つっつきでガツって切っていくこともやっぱりやりやすいです。まあ、加えて台上技術ですよね。やっぱり台上技術って、まあ、細かい技術ですし、まあ、相手の回転の影響も受けやすいんですよ。でその中でやっぱり表ソフトですと、その回転の影響が受けにくいんで、まあ、自分のやりたいことをしっかりやっていくことがやりやすいです。チキータとかそういったこう高等技術じゃなくて、まあ、フリック、ストップ、ツッツキといった、まあ、基本的な技術ですよね。基本的な技術のやりやすさはやっぱり裏ソフトより表ソフトの方がやりやすいと私は感じております。3つ目のメリットとしては、対下回転系の技術がやりやすいということです。まあ、特に角度落ちですね。まあ、表ソフトに変えたいって思ったはる方で、やっぱここが原因っていう方多いじゃないですかね。やっぱり下回転のボールが飛んできたときにしっかりドライブができない、ドライブが苦手や、まあ、回転をかけることが苦手と言ってもいいですね。でその時にやっぱり回転の影響を受けにくいであったり、まあ、角度落ちですよね。表でパチッと弾く技術がやりやすい、まあ、表ソフトラバーにしたいという方は結構いらっしゃると思います。まあ、間違いではないです。確かに回転の影響が受けにくいし、まあ、ボールがポトッと落ちることは少ないんですよ。まあ、それこそある程度角度を作って下から乗せ気味にボールを持ち上げてあげることで、まあ、比較的簡単にボールも入ってくれるので、まあ、この対下回転の技術がやりやすくなるというのは表ソフトの魅力でありメリットかなと思います。そして4つ目のメリットになってくるんですけど、まあ、こちらもある程度当たり前かもしれないんで、まあ、4つ目にさせてもらったんですけど、まあ、自然な変化、ナックル気味のボールが出やすくなるということです。まあ、これはもう表の特徴ですよね。まあ、裏ソフトはやっぱりラバーに引っかかりがある分、まあ、どんなラバーでもある程度の前進回転が加わりやすいんですよ。ただ表ソフトラバーだと、まあ、粒形状によっては、まあ、軽く合わせるだけだったらすごいナックルが出てくれて、相手が勝手に失敗してくれたりするような、まあ、ボールが出やすくなります。ただこちらは正直私の中では一番最後です。これに頼りすぎてラバーを選んでしまうとラバー頼みの卓球になりかねないので、やっぱりある程度自分の技術がある中で変化が出てくれる、ナックル気味のボールが出てくれるっていうことが重要だと感じているので、こちらは4つ目のメリットの方になってきます。そして裏から表に変えることによる次は注意点について解説をしていきたいと思います。まあ、正直私の中ではこの注意点の方が大事だと思っていて、その一つ目としては、裏から表に変えたところで自分の基本的な技術力は変わらないということです。ちょっと辛口な言い方になってしまうんですけど、確かにラバーを変えることで何かがやりやすくなったとかはあるかもしれないんですけど、
基本的には技術力が向上するわけではありません。なので例えばフォアの下回転打ち、先ほどお伝えさせてもらったんですけど、ラバーを変えたからやりやすくなるだけであって、根本的な打ち方であったり球の合わせ方ができてないと、やっぱりボールに安定感は生まれないです。やりやすいやりにくいかの問題なだけで、ちゃんとした技術を身につけないと試合でしっかりボールを入れ続けることは難しいと思っていますので、ラバーを変えたからその技術はもう練習せんでええわと思うんじゃなくて、ラバーを変えてもやっぱり自分の苦手な技術は苦手と変わらないんで、しっかり徹底して自分の技術向上のための練習を行ってもらうことは大事になってきます。2つ目の注意点としては、表ソフトの特徴、構造をしっかり理解するということです。表ソフトっていう一括りにしないことですよね。これは先ほどもお伝えさせてもらったんですけど、やっぱ表ソフトラバーはこういったラバーっていう知識がないと、練習だけやったらいいんですけど、試合とかになった時に意図せずボールが落ちたであったりすっぽ抜けた時に、なんでこんなボールが出るねんって感じると思うんですよ。ただそれはもう表ソフトの中では当たり前なんですよ。どんだけ引っかかりがいいラバーでも、表ソフトは表ソフトなんで、やっぱりスリップすることもありますし、ボールがストーンって落ちてしまうこともあると思います。ただそこに対する理解が欲しいんですよね。やっぱ表ソフトを使うから全てが良くなるわけではないですし、むしろこうボールが直線的になりやすいラバーやからデメリットの部分もあるんですよ。そこをしっかり理解した上で表ソフトを使わないと、なんか練習だけ上手くなったつもりになってしまうんですよ。それこそナックル型ができて、練習で相手がボトボト落としてくれるから試合に勝てるわけではないです。結局は自分の腕、戦い方と技術力の問題になってくるんで、そこをラバーをちょっと変えたぐらいで自分が上手くなったであったり、卓球が進化したと思い込みすぎない方がいいかなと思います。まとめとしては、裏ソフトから表ソフトに変える方はやっぱりどの年代でも多いと思います。それを全て否定するわけではないですけど、ある程度明確な目的を持ってラバーを変えることがやっぱり大事になってきます。ただボールが入らないから表にするであったり、気分転換程度にラバーを変えてしまうと逆に悪い癖がついてしまったり、試合にさらに勝てなくなってしまうといった恐れもありますので、ある程度の知識そして考え方を持って用具の選択をしてもらうことがすごい大事になってきますし、表ソフトラバーってそんだけこう繊細なラバーなんですよ。確かにこう魅力的な部分はいっぱいありますし、変えることで良くなった部分もたくさんあると思います。ただ環境であったり試合相手によってその良くなった部分がむしろ悪くなることも全然あるので、そこに対する理解をしっかり持ってもらうことが大事になってきます。要はちゃんと技術力つけましょうという話なんですよ。結局ラバーを変えたところで自分のレベルが飛躍的に向上することはないと思っておりますので、自分のレベルを上げるための手助けにするぐらいの考え方を持ってもらうといいかなと思います。ラバーを変えたことでレベルを上げるんじゃなくて、ラバーを変えてその中で技術を上げる練習をしっかり行ってもらって進化していくっていう風に捉えてもらうと、裏から表に変えても成功するかなと思います。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。